じゃあ次回トライしようか、これ。じゃあ。ね、お客さんいない方がいいっすね。お客さんがいいもんな。はい。とりあえずそっち行くわ、じゃあな。よろしく。よろしくです。切るな。うわぁ、残念だな。はい。まあ、残念ですが。これ残念ですが、はい。ですが、これ残念ですが、これオープニングにもなっちゃうから、はい、これまさかのネタ二つ目。はい。これは何かっていうと、はい。いつも飲みに行ったら俺、もう早く帰るよって言って毎日だもん。ね。はい。帰ってますって言ってるけど、全部見に行ってんだわ。はい。で、俺先帰るもんで。はい。はい。まあ、帰るわ、って言って。でそっから、ケラが誘ったら行くかどうか。お前ら今日絶対帰れよって。はい。はい。あいつは、わかりました。今日は絶対早く帰ります。明日あいつ撮影じゃん、しかも。そうですね。単独の撮影だし。はい。社長、それは多分弱いかもしれないですよ。何？だって僕最近誘うんですけど、全然飲みについてきてくれないですもんね。でも、おごってるもんねって言ってないもんですから。あ、おごってるわって。いや、まあ、おごってるで行こうぐらいだったら、まあ、まあ、許してあげるわ。はい。なんなら行きたい、行きたいみたいな感じになるじゃないですか。ああ、キャバクラ行こうかって言ったら一撃だろ。キャバクラ割り勘なら。キャバクラ割り勘って多分来るっす。しかも、これ、ケンタロウの奥さんもさ、動画出てくれたの見た？見たっす、見たっす。奥さんにも見てほしいけど、あいつがどういう飲み方してるんですか？いつもショーに俺、出なショーのこと怒ってたろ。はい、怒ってた。ショー君ダメとか言って毎日連れてくからって言って、いや、ケンタロウの方がだから絶対と思って。どっちかって言ったらそうですよ。そうだってもう、あの人なんか飲みに行きますかって。いや、どっちでもいいよ。俺はそんな感じなの？俺行きたいみたいな感じじゃないの？いや、俺はなんですけど、もうそういう時って話が結託してるんですよ、ショーと。あ、そういうことはもう出来上がってる。出来上がってる時は、そうなって、うん、で、出来上がってる時は、いや、どっちでもいいっすよ、とか言って。いや、でももう酔っ払ったので行こうよ、行こうよ、ってなるじゃないですか。でも、こうやりながら、終われないんすよ。いいっすよ、って言ったら、あ、行きます、行きます。喜んで。めっちゃ悪いやつや、あいつ。めちゃめちゃ悪いやつ。いっそ。これも楽しみだな。お前もモニター行くなよ、一人で。はい。だけど、お前がイヤホンしとったらおかしいもんな。今酔っ払っといてわからんか。まあ、片耳ぐらいだったらわからんかもしれんな。片耳だってカツラあります？カツラ今日はない。お前狙ったな、会社。奇跡のお前、事故したよ、お前。トーク事故だろ、今完全に。まあ、マジでも、とりあえずもう。ベロベロになる前に楽しもうぜ。ベロベロになるまで。これ大体撮影ができない感じっすよね。確かに。よし、行ってみよう。はい、行きましょう。動画をお楽しみの皆さん、よし、ありがとうございます。ちょっと宣伝告知になるんですけど、今回12月12日、夕方の5時から名古屋で、とび職限定の名刺交換会。で、これは取引。したい人、されたい人っていうかな、元請け、下請け、ちょっといろいろ集めて、今すっごい飛び職足りてないんで、やろうと思ってます。詳しくは、概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あと、なお、今後ね、これ、12月過ぎて、今年過ぎても、いつでも、今後これ、定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方は、ぜひ、興味あったら、名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ、外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとかいろいろ建設業に特化していろんなイベントやってみんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますのでぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。イヤホンしちゃったの？言ってもわからん感じだったの？そうですね、もうみんなが結構寄ってる感じでした、ね。はい。なんかあるじゃん。絶対に行くなよ、ちょっとね。ちょっと待って、ね、じゃあ、話、聞こえとったら箸で合図お願いします。やられる。いや、箸バレるな。箸バレるな。全然気づいてないだろ。だって酔っ払ったら気づかんないよ、こんな。やっぱでもちょっと俺がおると言うと雰囲気違うな、みんなな。砕けてますね。砕けとんな。はい。やっぱさっき緊張したもんな。ケンタロウなんかもさっきと全然違う。あんなこいつのタイプ、これ。いや、それでやっぱ俺さっきの人。まさか騙されてると思ってるからな、こいつは。めちゃめちゃリラックスしてます。全然違う。緊張しちゃうんだ。さっきさ、ちょ、テラ。テラ、ちょっとみんなに聞いてよ。社長、ちょっと疲れたよな、聞いてや。ちょっと悪口言わせるや。まあでも、まあ、それやっぱ、どっちも順位悪い。うまいな、すぐ言わんで。ちゃんとタイミング見ながら。会社の中でな。会社の中で。社長、まあいろいろやん。
今日さ、なんかこうバーディーしろって、やっぱ外でやつ買えねえじゃん。めちゃめちゃ。ケンタロウも聞いてや、ケンタロウよ。これ絶対言うぞ。絶対俺の悪口言うぞ。絶対俺の悪口言うぞ、これ。やっぱ一緒に飲みに楽しい。お前、ショートばっか喋ったら、ケンタロウに来てってよ、お前は。下手くそなの、お前。先やってなかったもんダメだな、お前。ブランクが。声聞こえとらんか。じゃあ声聞こえとったら、ちょっとグラスペロペロになめてみてよ。聞こえたら確実に聞こえたら絶対おかしい。まあでもあれそのこう仲いいじゃん、あれで好きなメンバーじゃん。まあまあまあ今ね社長は別におらんから別にね言うけど、まあやっぱ飲みに来てやな俺もさ、さっきの社長ダメって言ってたけどさ、まあ社長が悪いって、いや昔はそうや、飲まな始まらんよじゃない？飲まんっていうのと、一冊あるわけやん、やっぱさ。あいつ行くな。絶対行きませんって言ったらな。この流れは。でしょ？だって、まあ俺はまだね、今日別になんか社長もあんだけだってダメって言ってたけど、まあ俺は別に、まあちょっと、まあいいんから。そのね、目一軒二軒が別にいいんかなと思うんですけど。水飲んでますもん。ケンタロウなんかピッチャーだしな。俺がおるときより全然早いよな。俺は別に今日なんか、明日なんか関係ないやん。明日行こうなんか俺絶対言わんやん。完全に行く気だろ、こいつら。だってお前らの飲みまでは制限はできる。そう、悩んでます。悩んでる、これ。僕は反対です。でもさ、まあ、まず100円ってな。俺、その、まあ、やっぱいつも行くとしたらさ、居酒屋とかスナックやん。まあ、だからやっぱり俺楽しくないかもしれない。でも、俺別に今日はさ、その居酒屋とかスナックとかじゃなくて、やっぱね、お前らの楽しみたい場所、楽しみたい場所っていうか、なんか、でもお前、イプシロン好きやん。キャバクラですよ、久しぶりさ。キャバクラって言った瞬間のこの態度。表情変わりました。表情変わった。集まるところの嬉しさ。イプシロン行った瞬間って、顔変わっとるやん、こいつは。そんなさ、朝までとか言わんね、別に。別に俺を食べたキャバクラとか別に。いや、うまいんだよ、寺道。もう本気で言っとるだろ、もう。本気で言っとるだろ、お前。行きたいらしい。はい、じゃあ、それやら。キャバクラだったら行きたい。お前、聞いた？キャバクラだったら行きたいです。行った？はい。キャバクラだよ。ケンタロウからでもついてくるじゃん。逆に言ったらさ、そういうキャバクラと言わずに。ああ、ケンタロウにもはっきり、はっきり言ってくれ。後で、僕は行くつもりなかったですって言われるとかで、はっきり口で言わせられたら。でもね、ケンタロウも別にキャバクラじゃなくても、ケンタロウの気持ちとしては全然行きたいってことだよね、それは。こいつらダメとんな。社長がでも行ったらいかんって言っとったやつどうすんのって聞いてくれよ。わからん、みんな社長って言うじゃん。まあな。ケンタロウ社長って言うけど。でも、そこで、じゃあ、キャバクラだったら行きますってなったけど、やっぱそこには負けてはない。どういう問題だってこいつら。どういう問題だって。お前、じゃあちゃんと言わせろよ。お前ちゃんと言わせろよ。行くって。おごったるって言え。おごったるって言ったら行くんじゃねえ、お前あいつら。まあね。そうだね。すごいこと言いたくないよ。だけど、まあ、一緒に行くなったらもう、みんな同じじゃん。今回から。だから、折半だぞ。折半の面だったら行こうぜ。俺はもう、逆に全然行きたい。セッパーってこれ奥さんに見せたいの、奥さんがセッパーだぞ、貸しだぞ、貸しされていいよ、ちゃんと貸しされて奥さんに見せないからね、これ。貸しされていいよ、じゃあ貸しされて、貸しされてたら絶対落ちるぞ、あいつ。いいっすよ、じゃあその、貸しますよ、いきます、貸してやる。なんだこいつ。また奥さん泣かすんか。正直、まだ行く気ってないな、これ。まだ、なんか。行ってないな、こいつ。
ちょっとさ、頼み込んで、おごるで一緒に行こうぜ、とか、ね、頼み込んで落とせよ、お前はよ。まあ、まあ、全然関係ないって言ったけどさ。トイレですかね。だけど、俺は別に、なんか、今日そんな別に全員のことも気にしんでいいし、なんていうの、だったら別に、俺、おごるしてあげるから、とか、ね。ただ俺も行きたいな、それでも。今日、ケンタルグさ、別にお前飲むも、まあ、ケンタルグは買えねえじゃん。別におごるし。だいぶ悩んでます、ね、お、わ、落ちた落ちた落ちた、ね、その飲みたいだけどね、ただそれだけは本当にね、別に女の子と喋りたいとかね、ワンちゃん別にやれればいいかなって考えたらそれ、 それがやりてえだけだよお前。もうバカかお前、これミミちゃんも見るんだぞお前。この動画お前 YouTube 忘れとらん。なんか、すぐ聞いて、なんか、もう、一切なかったところから、あ、もう、喋れてないやんって。しか、突撃しましょう。突撃だよ、お前。お前しかもお前俺がなんか出てからなんかやらないとこに出かかる。全然違うわ。てかなーって急なのもあーあーまあ一応一番先輩やしな、まあそうね、一番先輩や。出直しかったよな。お前までよう出るようになったな。はい、俺聞こえてねえのかな。もう全然うまいっすわ。いや、こっちの声聞こえてんの、ちゃんとでも言ったことちゃんと3分とか5分後にやるのか。マジでうまいっすね。気づくないっすね。面白かったわ。それじゃあ皆さん、これがクズ道場の証拠ですわ。こっちがクズですね。で、クズ鉄道場ですよ。クズ鉄道場ですよ。はい、視聴者の皆さん、じゃあ、はい、生です。あの12月12日に飛び職だけの、お前も来いよ。はい、来る、行きます。道の真ん中の道だけで下げたら飲めると思って来るだろう。いや、リュウジ君、カンタは、うん、まあ、そのゲンタ頭のやっぱは界隈、界隈界隈って言うんですけど、ケンタも、ケンタも、でも呼びます。まあ本当はベース元のメンバーは全員、頭いってるメンバーは全員呼びます。またぜひ本当に参加、会費1枚、はい、飯と酒出すね。ファンじゃなくて、なんかその、そうそう、楽しみじゃないですか。でもその建設業で言ったら、そうそう、うん、なんか僕すごいやっぱ同業者で現場であっても、うん、すごいなんかめっちゃ嬉しいですよね、つながって。まあ、とりあえずこの顔にも来てもらったら、目の玉届けとか来るのが理想だよな。そうですね、地域があちこち地域で、ね、そんな会にしたいなと思ってますので、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。どうして、またいいえ、どうして、